ベリアンは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。アスフォデルスコミューンは、アレサンチの東側を占め、中心部は、標高260メートルのところにある。アルモリカ地域圏自然公園の一部となっている。有名なユエルゴアの祈願を生み出したアルジャン川が、ベリアンを流れ、加えて、オーヌ川の支流二つも流れる。コミューン面積の約1、 4である1500ヘクタールは、変顔のオーネやムーは、出現が占める。もし、これら地域が高い経済的価値を持っていないとしたら、代わりに高い生態学的価値を持つことになるだろう。ベリアンには、他の地域では希少な保護植物、ユリカの多年草アスフォデルスの繁殖地がある。この植物は1862年に、モルビアン出身の植物学者アロンドーが発見した、ため、 アロンドーのアスフォデルスと呼ばれる。その茎は1.2メートルにまで伸びて、5月から6月にヒアシンスのような花を開花させる。ヒメハイイロチュウヒがブルターニュではベリアンで演奏している。アフリカ大陸から戻って6ヶ月間ブルターニュで越冬し、誰にも邪魔されない荒れ地の湿地帯や湿地の端に巣を作る。ベリアンはブルトン気質を残す地である。ベリアンは バスブルターニュのほぼ中心にある、ユエルゴアオゴーリに属する八つのコミューンのうちの一つである。北から西にかけ、コミューンは時に標高が300メートルを超える、荒れ山地に制限されてしまう。ブルターニュにおいてはこの標高がかなりの高さとみなされる。湿地や湿原の広がる、この広大な地域とは、対照的に南と東は非常に深い谷で樹木が茂っており、 オうヌ川へ向かって下っていく。何世紀にもわたって、カレイコールプルゲールからモルレー、モルレーからランデルノーへつながるローマ街道がオゴーを通過していた。我々は地域がより深く地理的孤立状態にあったことを知らされる。地元の民意の一部に見られる保守的な側面は、こうした孤立を好んでいたのである。ケランプルベンのメンヒル18世紀のカッシーニ地図に、 描かれたベリアンケルマリア集落の朽ちた住宅トレティドンル。モワーヌにあるレジスタンス記念碑碑を用いた荒れ地の開墾の痕跡で判断すると、新石器時代からベリアンの土地には人が定住していた。メンヒルやドルメンといった巨石記念物があり、青銅器時代の粉球墓がコミューン内から発見されている。鉄器時代の過去一や同時代の石碑も認定されている。 ベリアンにおいて、ローマ街道は、モルレーとケリリアンの方角に分かれていた。ゴエニド集落では、地中に埋められた、ローマの効果が見つかっており、効果にはこの地に、かつて存在した職業が反映されている。今日のベリアン一帯は、高齢の者がかつて犠牲に捧げられた AR ロック、H、ウォーレック、アマフファロースに関連する、岩の伝承によって明らかなように、 キリスト教以前の信仰の名残が残った。八世紀、ブリテン島生まれの忍者であるセイエルボは、ブルターニュに移住した。彼の伝えた、サンビカは、セイエルボが、アレサ山地の乾いた斜面に良き言葉を伝道しに来た、ことを教えるものだった。彼は、自分がこもる世を作り、人よりも牛の一段といることを好んだ。健康を取り戻したいと願う病人たちは、彼が、 修道生活を送るようやってきて彼に会うことを望むのだった。伝説によるとベリアンという名の女性がいた。彼女は自分の仕事よりも忍者の教えに関心を持った夫の面倒を見るのを嫌になり石を持って彼を追いかけた。彼はこのように叫んだ。ベリアンの土地は今異常たくさんの石で覆われるだろう。全能の神でも石を金属に変えることはできない。その後 エリカは、そして、デュスケック集落を越え、サンテルボレーハイドは、プロネベデューのコミューンの近くに移動した。セイエルボは、家畜の健康を司る守護聖人として、数形の対象となっている。現在のベリアンは、11世紀には、プレブスベラインの名で知られていた。しかしその名は1262年には、ベリアンとなり、1296年には、ベリアンとなった。 1308年から1310年にかけ、バーンとなり、最終的に1330年代に、ベリアンに落ち着いた。その名は、ブリテン島のコーンウォールに住んでいた、アイルランド島生まれの忍者、ベリオネから来ている。彼の名は、コーンウォールにある、集落セントバリアンの由来となっている。13世紀から14世紀、ルラック修道院からやってきた死闘会修道士たちは、 土地利用の原型を作って開拓を容易にした。これはケベーズと呼ばれ、ブルターニュにおいて教会が小炎漁師となった土地で行われた制度であった。ケベーズの例として1350年代に打ち捨てられた中世の集落、ゴエニルがある。そこは平民が暮らす土地であった。フランス南西部によく見られるバスティードを想起させるシステムである。 ベリアンは最初プルエドラ・モンターニュという地方の一部であった。古いベリアン教区分割後も11世紀には、現在は、独立したコミューンとなっているラ・フィエ・ボトムール、ユエルゴア・小教区、ボトムール・ロクマリアベリの土地を包括していたことが、ランデベネック修道院の特許状大帳に記載されている。当時の面積は12,500ヘクタールを超えていた。 このコミューンの11世紀の古文書から見つかったカマナ・インプリーブ・ベラインという地名を信じるのであればコマナすら含まれていたことになるだろうそれは13世紀の高位聖職者の報給であり16世紀にはカンペールの高位聖職者の報給の一つとなっていた土に埋められた金星や宝物として1596年か1597年頃の銀29個、金5個が 1968年に、クラン集落のパンガマ近くから発掘された。この時代のブルターニュは、世相が混乱していた。ユグノー戦争の最中であり、ギードラ・フォンテネルのような傭兵の一団が、荒らし回っていたのである。12世紀、古いベリアン教区は、ラフィエに、西洋派ね騎士団のコマンドリーが設置されたために、ボトムール教区が新設され、二つに分離した。 1792年、ベリアン教区から分離したユエルゴアがコミューンとなった。それもベリアンを差し抜いてオゴーリ町所在地となった。続いて、ロクマリア教区がベリアン教区から分離した。ロクマリア教区は1802年にコミューンのロクマリアベリとなった。ベリアン教区さえ、1791年の法律によってユエルゴア教区に並行され、 その独立を失ってしまった。最終的に、ボトムール住民の要請で1851年に、ボトムールがコミューンとなって、かつての教区はバラバラになった。19世紀からのベリアンは、アレサンチやポエル地方の他のコミューンと同様に、共和主義者、社会主義者、共産主義者の強い土地柄になっていった。強権主義か、反共権主義。 白か赤かで2世紀の間多くの論争、闘争が起きた。1871年、ベリアン首長は、シャトーランの副首長に宛てて、所管を綴った。ベリアンで公共サービスを提供すると、その影響力はすべての状況において公然と吸い取っている。彼一人でコミューンを治める権利を持つのだ。侮辱からいかなる時も、道徳を守るという目的で、多くの場合ピストルで武装し、 聖堂主任司祭はピストルを使うことを恐れなかった。彼は誕生、死亡、結婚の際に、教会の仲介が必要なだけだというのに、コミューンの一般家庭でする必要のない説教を行うのである。同じ年、ベリアンの主張は、聖堂主任司祭に対して、訴状を提出した。主張は、聖堂主任司祭が、住民に対して当然行うべき聖職者としての、 職務の遂行を拒否しながら、その一方で叱るべき処遇を求めていることを非難した。同じ年、ベリアンの農家がフィニステール県知事に、聖堂主任司祭の頑固さに文句を言うため手紙を書いた。聖堂主任司祭は、悪い知らせを受け取るからという理由で復活祭の生態配慮を行うことを拒否したのである。1906年、財産目録の居酒が、 ユエルゴアのシューゼイリの重大な事件を引き起こした。シューゼイリは聖職者の資産を調査するためベリアンへやってきた。彼は職務に忠実で聖職者をひどい目に合わせた。同じ年、ベリアンの主張はコミューン住民が行った女子教育を行う私立学校への法的内蔵任意を唱えた。スキルウーの谷を通してモルレーと彼の区間を通る。 ウルトンネットワーク鉄道が1892年に発足し、ベリアンスクリニャック駅がこの2つのコミューンの中間に建設された。1896年に創業を開始した鉄道に大統領フェリックス・フォールが乗車し、ベリアンスクリニャック駅に3分停車した。主張が祝意を伝え、大統領が返答した。バグパイプが祝いのためへ演奏された。 この鉄道は住民にとって重要な意味を持った。モルレイや彼に鉄道で行くことができ、穀物が輸送され、特にスクリニャックの死の期間には生きた家畜が輸送された。石炭、化学肥料、マイエンヌ県から運ばれてきた石灰が、毎週関係するコミューンに輸送された。旅客輸送は1939年に停止された。鉄道による 貨物輸送は1962年9月で停止された。レールは1967年に除かれた。20世紀のコミュームは長い間非常に貧しかった。1923年、地元の学校の床が児童の重みで崩壊したことからそれがわかる。床が非常にひどい状態で、学校建物は常に湿っていたのである。 教員用住宅は11年間も修繕が行われず、4つある教室は冬になると全部は守り、した。2つの教室は、それぞれ25人の児童を教えるには小さすぎた。住民の記憶によれば、フランスに命を捧げたものとして、長残る第1次世界大戦の死者は、ベディアンにおいて112人である。これは1911年時点のベディアンの人口の4.7%を、 締めていた。九百四十三年五月十七日に十三時間もの間、プロネベ・デュ・フー・スクリニャック・ベリアンにおいて、空中戦が起きた。イギリス空軍機が炎上して墜落し、燃料タンク、または搭載していたミサイルに起因する火災が起きた。第二次世界大戦中、ベリアンの集落であるトレティュドン・ルモワーヌにおいて、地元の共産主義者の主導によって、 フランス初の農村部でのレジスタンスが生まれた。ジャン・ケルドン・キュフは、その著作の中で、レジスタンスの犠牲者の痛ましさに触れている。22人が銃殺され、16人が収容所に追放された。収容所で10人が死に、11人が戦闘中に死亡、または行方不明になった。ベリアンのレジスタンス2人とスクリニャックのレジスタンス2人が、 1944年6月8日、レンヌでドイツ軍によって銃殺された。1944年8月、ベリアンのスキリュー集落出身のジャンルイ・プラサールは、レンヌで最後に発射した追放者専用列車から逃亡した。また、フランソワ・ポールは1944年8月に、それまで収容されていたコンピエニュからブーヘンバールと強制収容所へ送還された。 クロッセンブルクやテレージエンシュタットへ送られた者も,もいた。参照元、九百九十九年まで、イヘス、二千年以降 i n s e 九百六十七年から、カオリンの採掘が始まった。カオリンは、鉱物の香りナイトから生じた粘土である。白っぽく、加工岩や、変魔岩、血岩を機械的、または、化学的に変化させた粘土は、セラミックの原料としたり、 磁期の製造に用いる。2000年代初頭にベリアンで鉱物を採掘することなくなっていたが、1998年に近くのコミューン、ロクフレにあるメネズ流採石場で採掘された。この採掘で採石場周辺の生態系が失われているが、新しい採石場から取れ続けているため、特殊な産業活動の維持に役立っている。ありがとうございます。